はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます。ラストでございます。白血病と病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、すいません、今日もですね、相変わらずね、目が痛いですわ。ほんま3日4日前ぐらいからずっと続いておりますけどもね。でちょっとね、今日はね、その最初にお話ではですね、昨日の動画で伝え忘れたことをね、思い出しましたので、ちょっとそのことをね、最初にお話しします。昨日はね、そのワセリン、ヘパリン、尿素のね、効果効能をね、少しね、簡単にお話ししましたけども、お肌に合ったものをね、使ってもらえばいい話なので、どれもね、すごいいい効果が得られますので、特にお話しすることはなかろうかとね、思うんですけども、もしね、これらを3つをね、使おうと思った時に困るのがね、順番なんですよね。そう、肝心な順番なんですよね。分からんかったら困りますよね。で、このね、3つをね、どの順番で使えばいいのかなんですけども、尿素っていうのはお肌を柔らかくしてくれるので1番目に使います。で、ヘパリンっていうのは水分をね、保持してくれるので2番目に使います。そしてね、ワセリンは、潤ったお肌の水分をの蒸発をね、塞いでくれるんで3番目に使ってください。もう一回言いますとですね、尿素、ヘパリン、ワセリン、この順番に使ってください。しかしですね、その世に出てるそのね、お肌をケアしてくれるそのクリームや軟膏といったね、その素晴らしいものの中にはですね、この3つは大体ね、1つの製品にね、ギュッとまとめられていて、ね、すごいとても親切さが伝わるくらいね、もうほんまに含まれてるようなんですよ。なのでね、まあ、実はね、順番もクソもなさそうなんで、もし市販の製品をお使いになられるのであれば、各ね、製薬会社化粧品メーカーから出てるね、その製品をね、お試しいただいた上で、ご自身のお肌に合った製品をお使いください。で、そしてね、その皮膚科で見てもらった患者さんっていうのは、先生の指示に従って処方してもらった塗り薬っていうのをお使いください。いや、しかしね、こんなことはいけませんよ。先生、今世間で流行ってるあれを使ってみたいから、あれを出してくださいよね、これはいけませんよね。まあ、先生っていうのはね、その患者さんの症状を診察時にね、その診断結果でその薬を選択してくれてますので、患者さん自身がリクエストするものではございません。ただね、まあ、いつも使ってる薬が切れてしまったとか、次回の外来までにね、足らないっていう場合にはですね、ちょっとだけ多めにくださいと言ったらね、そこは多めに出してくれるかもしれませんので、そこはその担当の先生とね、ご相談ください。まあ、そんな感じでね、ちょっと話が逸れてしまいましたけども、尿素、ヘパリン、ワセリンの順番で使ってください。まあ、そしてね、今日のお話に入るんですけども、長かったですね。すいませんね。もうね、尿素、ヘパリン、ワセリンの話でね、終わってしまいそうですけども、今日はね、その今の僕のお目目のね、目のお話をさせていただきます。ね、昨日の動画の最初でもね、その寒さによる乾燥で目が乾きすぎてるのが原因なんでしょうけど、とね、目が痛いですという言っているフレーズは放ったんですけども、痛いんです。ね、症状としてはね、伝わりやすいところで言いますとですね、頻繁ではないんですけども、物がね、二重に見える時があります。こう、パッてこうね、ほんま二つに見える時あるんですよ。そしてね、こう、疲れてきたらですね、その眼鏡をかけてるのにもかかわらずですね、さらにこう、ぼやけてきて、本とかね、その携帯電話をね、こう、めっちゃ近づけてもね、もうこう焦点がすごい合わずにね、もうほんまにくっきりとね、物を見ることができません。テレビを見ててもですね、その急に見えなくなるから、そのニュース速報とかパッと上に出たとしてもね、そのテロップが見えないので、こうガーッとこうめっちゃね、テレビにね、接近してしまいます。でもおかげさまでね、その車とかね、自転車も運転中にはですね、この症状は起きないんですよ。こう疲れてる時にはね、なかなか運転しないからなんでしょうけども、でもね、ここ最近で一回あったかな、こう眩しすぎて目がね、痛くなって、運転するのがしんどくなって、奥さんにね、代わってもらったことがありました。あれはね、その8月の暑い日で結構太陽がガンガン出るの時だったので、今とね、環境が全く違う状況でしたけども、あれも怖かったですわ、結構ね。
ちょうどその国道をね、の大きい道路をね、走ってて、もうあの交通量もすごい多かった時間帯だったので、余計にね、危険を感じましたね。で今はね、その頃とは状況がほんまに変わってて、真逆の、そのすごい寒くて乾燥している時期ですので、暑さは感じませんけども、まあ、たまたま運転した日がその日中のすごい晴れてる日ならね、その太陽が眩しいので、夏のね、目が痛くなった事件のね、あとすぐにですね、メガネの上からかけるサングラスをね、買いまして、そこからずっとね、車でもね、自転車でもね、眩しかったらサングラスをね、着用してます。そして眩しくなくても今は乾燥がすごいでしょ？まあ乾燥はね、その季節によるもんやからまあ仕方ないんですけども、まあ自転車の場合はね、あの子供のね、朝の登校に一緒に行ってる時でもですね、ちょっとその風に吹かれただけでね、目が開けれなくなるので、あのね、工事現場でその目を守るためのね、それもメガネの上からかけるゴーグルがあるじゃないですか。あれをね、買って使ってます。でもあれでもね、その肌に触れてないこういった部分のね、隙間部分からね、隙間風がふわーって入り込んできますので、あのね、窓枠あるでしょ？お家の窓とかあるじゃないですか。あれの隙間を埋めるスポンジみたいなやつあるでしょ？あれをこう自分の顔に合わせてね、その貼ってオリジナルのね、ゴーグルをね、作りました。こういうメガネのね、フレームの縁にね、ペタッと貼るんですよ。あれ両面テープがついてるからね、すごく簡単に作れるんです。そんな感じでね、あのやってるんでね、ほんまにね、なんかね、苦労してますわ。もう1年前のね、この時期に乾燥しだした時期というのはですね、目は乾燥してましたけども、ここまでそのダメージをね、食らうことまではね、まあ、感じなかったので、今年はちょっと変です。でもまあ1年前とね、違うのはですね、まあここのところ続いている粘膜障害とね、帯状疱疹後神経痛がぶり返してきたのとね、同じようにね、免疫力が下がった可能性というところでしょうかね。その可能性もほんまに考えられます。もうね、免疫力がね、下がるとここまで乾燥してね、こう少しの風に吹かれるだけでもね、目が耐えれなくなるなんてね、思ってもいませんでしたわ。なんか痛風のね、目バージョンみたいですよね。目薬はね、ちゃんとさしてますので、ケアは怠ってるつもりはありませんのでね、不思議で仕方ないんです。まあ、とりあえずね、このままできるケアをね、しっかりとしておきます。まずね、人参を多めに食べていきますわ。人参のベータカロテンはね、体に入るとね、ビタミン A に変わって、あの、皮膚のね、あの、粘膜をね、丈夫にしたりとか、免疫力の強化やね、こう視力の維持などにね、作用します。そしてね、特にね、目の疲れ、目のかすみ、充血の改善にね、効果があるとされておりますので、しっかりやっていきます。まあ、そんな感じでね、今日は以上になります。今日もね、最後まで見ていただきまして、ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。